イギリスの運河。この項目では、イギリスの運河、特に、グレートブリテン島の運河について解説する。イギリスの運河は、考えや運輸への利用に始まり、産業革命の焦点となったり、現在のように観光に利用されるなど色鮮やかな歴史を持っている。一時は、廃れた時代もあったものの、今日イギリスの運河は再び脚光を浴びており、後期、閉鎖された運河が再び開かれ、 新しい運河さえも建造されている。グレートブリテン島における運河は、ローマ帝国の支配下において用いられたものが始まりで、これは主に考えようとして使用された。しかし、河川をつなぐ形で、ホスダイク運河など運行用の運河もいくつか作られ、増加する内陸の水運需要に対応していた。しかし、これらの運河は排水用の水路と構造がほとんど変わらず、 今日我々が考える運河とは、性格が異なる。グレートブリテン島の輸送用水路のネットワークは、新規運河の工事よりも、既存の河川を運輸可能に整備する形でゆっくり、着実に整備されていった。水門と英道を備えた、最初の運河は1564年から1567年に、かけてエクセターに建設された。エクセター運河は幅16フィート、 水深3フィート、総延長3マイルと規模は小さいが、校門を3カ所持つ当時としては注目すべき工事だった。18世紀になり、産業運輸の需要が高まると爆発的に発展した運河時代を参照。当時の道路は大量輸送に適さなかったため、運河は産業革命の進捗の鍵であったのだ。馬車鉄道による大量輸送のシステムは出来上がっていたが、特に 陶器類などのマニュファクチュアによる壊れやすい製品の大量輸送を素早く行える体系車運行に適した道路は少なかった。運河用ボートは陸路よりもはるかに早く大量の荷物を安全に運ぶことができた。ブリッジウォーター運がイギリス初の近代的人口運河の成功に続き、産業の中心地、町、港などをつなぐ運河が作られ、大量の資源、石炭や 材木や製品を運んだ。これらの運河は企業家だけではなく一般家庭にも巨大な利益をもたらした。例えばマンチェスターではブリッジウォーター運河の開通以来石炭の価格が75%以下に下落している。18世紀終わりから19世紀初めにかけて産業革命が本格化すると運河は大いに繁栄し様々な技術的変革を経験した。 初期の運河は丘陵を迂回する形で作られていたが、後には、肛門、ロックによって上り下りかかわらずに運行するようになり、さらに後には、長い水路橋で谷を長く深いトンネルで丘を直進するようになった。だが、19世紀の半ばより鉄道が運河の代わりに使われるようになった。これは、特に7フィートの標準橋路の肛門、橋において顕著であった。 より早く、より安く、より多く運べるといった列車やその他陸上運輸の利点が増え、陸上運輸は経営的に利用しやすくなった。運河のネットワークは下火になり、多くは鉄道会社に買い取られることになった。京路の運河は雑草に覆われて泥やゴミが沈殿したり、鉄道に改装されたりして使われなくなった。その後、イギリスの運河は、 ヒロジ運河の建設ラッシュ、カレドニア運河やマンチェスター船舶運河など、や、アイラーキャルダーカンパニーのバーソロミューによる、ヨークシャー炭鉱より、アイラーキャルダー鉱路を通って運んだ石炭を、グール港の外洋船に、直接積み込める19両の石炭運搬船、トムプディングの創設、その後継である、3両の橋家を引き、アイラー駅で、 ジャンパーに直接石炭を積み込むハグリーバスのタグボートは2004年まで運行したといった発明、技術革新を経た。しかしながら1905年のヨークシャー、現在は南ヨークシャーのニュージャンクション運河の建設を最後に20世紀の終わりまで新しい運河が建設されることはなかった。競争が激化するにつれて馬が引くなろうボートは 動力なしの橋気を引くディーゼル船にとって変わられ、船夫は陸上の家を捨て、船をすぐ動かすことができ、宿泊コストも減らせる、水上生活を行うようになった。これが、いわゆるボートマンズキャビンの始まりである。通行料金が着実に安くなっていたことからも、わかるように、水上での腐らないもの、生き物以外、大量のものの輸送はまだ、 いくらかの水上交通網では有効であった。だが、京路での商業運輸は、1962年から1963年の冬に、ついに死刑宣告が降りた。長く厳しい冷気によって運河が3ヶ月の間、凍結してしまったのである。今まで運河を利用していた顧客も、信頼性の高い車道や鉄道に切り替えてしまい、二度と運河を利用しなくなった。新運河には、 マンチェスター船舶運河などなお利用可能なものがあり、発展の望みもあったが、港やトラックのコンテナ化により水路は使われなくなった。陸上水運への大規模投資は、1980年代初めのシェフィールドヨークシャー運河のヨーロッパ標準の貨物船に対応するための拡張工事のためのものであったが、1980年代の不況によって実現されなかった。 休日になローボートを楽しむような人々によって評価されるかもしれなという、当時は取るに足りないと思われていた希望は、北海を渡ってライン側とドンカスターを行き来する、橋家のための肛門の設置によって、危うく失われてしまうところであった。今日、マンチェスター船舶運河でさえサルフォードのドックへ運航する貨物船を運航していない。サルフォードは非現実的な水の未来ではなく、 カトバや倉庫を住宅やオフィス、文化施設に取り替えることでサルフォードキーとして再開発された。20世紀後半になると物資輸送の手段として運河が使われることはなくなったが運河の歴史的価値やレジャーとしての活用の可能性が注目されるようになった。これは LTC ロルトの影響が大きい。ロルトの書いたナローボート。 ナローボートは1944年に書かれた旅行記でナローボートのクレッシー号でーの旅について書かれている。この変化の鍵となったのが内陸水運協会ンランドウォーターウェイズアソシエーションの設立と長い間レジャーボート事業に携わっていたノーフォークブローズに続く形で作られた新興ビークリーレンタルボート会社である。運河を管轄するイギリス水路庁ブリティッシュウォーターウェイズボードは 1960年代後半から解体した事業用ボートから作り直した多くのレンタルボート動員してこの流れを支援した。降落客はナローボートを借りて運河を遊覧し通る町や村を訪れるようになった。ボートを買って週末の気晴らしに出かけたり時には長旅にも出るようになった。休日を運河で過ごすというコンセプトは湖での休暇を扱う大企業が パンフレットに、運河のボート場を加えるようになって、より広まった。運河旅行は自然を楽しむことができ、コストも時給的な旅行並みに抑えられ、景観にもロンドン内から、スコットランドの高原までバラエティがあるため大人気となった。このように評判が高まると、地方の運河関係者はこれを盾にして1960年代の商業的に望みのない運河を閉鎖しようとする政府の、 提案に抵抗し、また、目障りな運河を埋めろ、殺人運河を閉鎖よ、運河に落ちた者がいたためなどと主張する、地方自治体や新聞に対抗した。それから間もなくして、熱心なボランティアが、公式には解放されているが使えない運河を修復したり、さらには閉鎖された運河も修復して政府に、運河の使用可能性を申請するようにさえなった。地方自治体は、 整備されているようが多くなった運河が街や沿岸のパブに客を動員するのを目の当たりにしてボートに乗る者だけではなく運河沿いでボートを見るのを楽しむ者も,もいた沿岸を整備して修復されたことを知らせるようになった人々の運河への興味が再興した結果として新しいルートの建設さえも行われており船舶が運航できる川と既存の運河をつなぐ形で21世紀初の 運河建設であるフェンス運河リンク、フェンズウォーターウェイズリンクも施行中である。壮大なアンダートン・ボートリフト、アンダートン・ボートリフトの修理やファルカークホイールの件といった大プロジェクトは EU やミレニアムファンド、イギリスの国営宝くじの収益から創設された基金からの投資を引き付けた。現在、数千マイルもの船舶運河がクレートブリテン島中を巡っている。 ほとんどの運河は、イングランド・ウェールズ間のネットワークに含まれており、バースからロンドン、リバプールからグール、ランカスターからリポン、アイルランド間や北海に連絡するもの、ハンバー川、テムズ川、マージー川、セバーン川、リブル川の各河口に連絡するものなどがある。このネットワークはすべて長さ56フィート、約17.1メートル以下のナローボート、幅7フィート、 約2.1メートルで運行可能である。主要ネットワークとはつながらない独立したルートも存在するファルカークホイール経由のグラスゴーへジンバラ観光路、ネスコ経由のインバネス・フォート・ウィリアム観光路など。内陸水運協会のキャンペーンの取り組みは、イギリスの内陸水運ネットワークの約半分を統括するイギリス水路庁にべての閉鎖運河を開放させることが目標であった。 2005年5月、タイムガミは、イギリス水路町はゴミを処分場まで大量輸送して、イギリスの運河ネットワーク上を運行する貨物船を2010年までに、現在の4倍の600万トンまで増やそうと考えて、いると自他。ほとんどのイギリス運河での制限速度は、時速4マイル、約6.4キロメートル。大きめの運河では、時速6マイル。 約 9.7km のところもある。イギリス水路長管轄の運河では、速度はノット等の水上の基準よりも、陸上の基準が適用される。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。